新年明けましておめでとうございますということでですね、1月1日、来年のことを言うと鬼が笑うなんていうふうに言いましてですね、そんなこともあって、新年最初の公開とさせていただきます。1月1日各条1です。一着当てということでね、縁起よく単勝で勝負しようと。まあいつもの普段例年ね、これ普段通りの馬券買っちゃってたんですけども、もうここは単勝勝負だろうということでやっていきたいと思います。1月1日1です。一着というので当てるとね、気持ちいいですからね。もうね、1年の計は金杯にありとかってもう古いっすよ。もうね、そんなね、先のレースまで待ってらんないということでね、全部3条馬券買っていきたいと思います。まあ単勝500円ずつぐらいでいっか。まあまずはね、どうせ人気サイドなんであれですけどね、もう単勝500円ずつぐらい、初詣というかそんな感じで買っていくんですが、まあ名古屋の1です。11時発送です。 C34 組、5番のジャスミンシャワー、こちらに注目をしてみたいなというふうに思っております。まあ連投とか中一周、やはりね、どうしても使い詰めになりがちな地方競馬の中で、中3ヶ月と程よく休養明けなんですね。まあもともと上のクラスを走っていた馬、多分ね、大体どの競馬場も1月でクラス替えがあって、まあそれをね見越して立て直して休ませたんだったら、どうせだったら正月にクラスが下がるまで待つかみたいな感じでね、十分な体制を整えてきたんじゃないかなっていう風なね、推測も込みでですね、こういった形で狙ってみたいと思います。まあ、そしてその後11時20分発送の川崎競馬場第1レース、こちらは特別戦となってますね。2022幕開け特別というレース名で、9番のナチュラルボーン、門別からの移籍3戦目、まあ門別からの移籍組は2頭いる中の人気しそうな方ってところですね。まあすでに移籍3戦目になりますが、ここ2戦が1勝2着と2着1着と来てますから、まあ十分もちろんね、ここでも通用してくるということで、まあ人気もしてしまうとは思いますが、門別組から狙っていきたいと思います。そして今日の1月1日元旦、もう元旦というか昼間あっちゃいますね、13時30分第1です。高知の1です。 C3 の19、2番のミルメルシー、こちらから行きたいと思います。まあ、前走もねいいレースしましたし、まあ、他にねなかなか金走好調という馬がいないんですね。 JRA から転入初戦という馬が2頭いるんだけれども、2頭ともちょっと長期の休みとかその辺もあってのね、この C クラスからの出走となります。まあね、因果なものでね、その JRA からの転入馬のうちの片方、デルマイダテン、白毛の馬はね、白毛ってネタもあって POG で指名してた馬、2戦目でちょっと常識にかかってきたかなと思ったら、あれ抹消っていうのが去年というか、一昨年の暮れの話というかね、去年の年始の話というか、もう実は中1年、まあ、休養明けとなってしまうわけなんです。まあ、そういう事情も覚えてるだけに、まあ怪我でもしたんかと、でまあ白毛だし、まあ地方で立て直してちょっとまず走らせるかみたいな形で1年ね休ませてくれた、まあこれはね感謝なんですけども、とはいえ中1年ではさすがにここでも厳しいんじゃないかということで、 JRA 勢特に白毛なんていうことでね、無駄に人気してくれることを祈りつつ、馬券はまあミルメルシーから、もしかしたらそういう理由でね、デルマイダ店に関してはまあ僕の元 POG 指名馬みたいなね、応援馬券が別で炸裂してるかもしれないですけども、まあ、そういった形でね、まあ動画であげる予想という形ではこの3頭をピックアップしてみたいと思います。まあ、そんなわけでですね、今年も、まあ、新年早々からこんな形でやらせてもらいましたが、またね今年もよろしくお願いいたします。メインチャンネル冬神 TV の方では全く同じタイミング、この年明け早々で金牌2つの予想がそれぞれ上がっております。ぜひよろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。